はい、どうも、かねやんです。12月20日、上杉翔さんの全歌詞集が発売されました。さあ、ということで早速こちらでございます。ででん、上杉翔全歌詞集1991-2023ということで、中身はこんな感じ。パンということで、シッというふうに書いてありますね。で、これね、中に上杉さんの写真もね、こういくつか載ってるんですけれども、上杉さんが書かれた字でございます。ワンズの寂しさは秋の色で1991年にデビューされた上杉翔さんなんですけれども、ワンズを経てアルニコ、猫魂、そしてソロ名義ですね。ご自身で歌われているものはもちろんなんですけれども、他のアーティストに提供された歌詞だったり、他の方との共作、コラボ作品、そういったものも含めて、これまでリリースされた上杉翔さんの歌詞、それが全てこちらに載っているということでございます。そして全ての歌詞にですね、一つ一つ上杉さんが書いていた当時の心境だったり、当時こういうことがあったっていうエピソード、それから今改めて読んでみて思うことという形で、全ての歌詞を上杉さんご本人が解説してくれております。ということで、ワンズファン、上杉翔さんファンにはたまらない入手必須の歌詞集でございます。イエイ。まだゲットしていない方、買おうかどうしようか迷っている方いらっしゃると思うので、今日はね、ちょっとだけ、もうほんのちょっとだけですね、上杉さんが解説ね、コメントしてくれている部分だったり、それをね、こう僕なりに感じたこと、僕なりの思いとか、そういうとこも含めて紹介してみようかなというふうに思います。そしてね、もうゲットしたよと、でゲットしたけどまだ読んでないよっていう方でね、ネタバレやめてくれっていう方もね、たくさんいらっしゃると思うんで、そういった方は一旦ここで動画ストップしていただいて、こちらの歌詞集全部読んでからもう一度動画見ていただければなと思います。でね、あの感想とかね、コメントでいただけるとすごく嬉しいです。さあ、ではこの歌詞集の中から、特にワンズのね、時代のものに関して着目して、上杉さんの解説見ていきたいと思うんですけれども、まずは、この曲から、もっと強く抱きしめたなら、こちらですね、作詞のクレジットは、魚住弁さんと上杉翔さんの共同作詞というクレジットになってるんですけれども、上杉さんの解説によると、実際は一緒に歌詞を書いたっていう感じではなくて、魚住弁さんがまず、もっと強く抱きしめたなら、という言葉を考えて、まあ、キャッチコピー的なね、感じですよね。それをタイトルとして付けられて、上杉さんがそのタイトルをもとに歌詞を書き上げていったと、そういう形になっているらしいです。この曲の歌詞ね、こう一番の終わりにね、この街に降り出した雨さえ、君を思うとき柔らかな優しさになるっていう歌詞があるんですけれども、この表現ね、上杉さんもね、解説でこの部分に対して、我ながらよくできていると思う、よく頑張ったと、そういうふうにコメントされているんですけれども、僕もこの歌詞もめちゃくちゃ好きですね、昔から。なんか上杉さんの歌詞って、まあ比喩表現っていうところとかももちろんそうなんですけれども、口語体じゃなく文語体っていうんですかね、話し言葉だったりメールでポポイってこうやって伝えるみたいな、こう喋り言葉の表現ではなくて、手紙だったり日記だったりね、こう文章に書き記していく、そういった表現のこう歌詞がね、多いんじゃないかなというふうに思います。だけど、だからといって堅苦しいっていうわけでもなく、どこかね、人の心に染み渡るような、こう馴染みやすい表現もあったりして、そこのね、バランス感覚ってめちゃくちゃ難しいと思うんですよね。まあそういったところも含めて、上杉さんの歌詞ってね、やっぱ素晴らしいなと、こういうふうにね、僕もいつも思ってるし、こうやって改めて読んでみてまた勉強になります。さあ、そして次、声にならないほどに愛しい。この曲はですね、マニッシュさんに提供された歌詞でございまして、後にワンズでもセルフカバーみたいな感じでね、上杉さんも歌われてます。でね、この曲の歌詞に関して上杉さんのコメントでね、この歌詞の肝はね、シンガーが声にならないほどに愛しいと、歌にして言ってしまうところだと、こういうふうに解説されているんですけれども、もうまさにその通りですよね。声とかこう歌っていう言葉って、歌詞に使うイメージとしては、言葉で直接伝えるのは恥ずかしいから、歌で届けるよとか、抱きしめるよりもこの声で、みたいな、まあそういったこう表現って歌詞としては多いと思うんですけれども、そんな中、声を届ける、歌を届けるっていうね、そんなシンガーの上杉さんが、声になりませんと言ってしまうというね、まあこの表現って本当、上杉さんもおっしゃってる通りすごく面白い表現だなと思うし、当時の上杉さんもそこにあえて意味を持たせて書かれた歌詞なんだなと思いました。僕もね、上杉さんのカバーいろいろ出させていただいてるんですけれども、上杉さんの声のパワーですね、伸びやかさがすごくて、カバーしてほしいというリクエストもたくさんいただいているので、今後ね、挑戦してみたいなと思っている、そんな曲でございます。さあ、次、果てしない夢を、そして雨に濡れて、まぁ、ちょっとこの2曲まとめて紹介という感じなんですけれども、この曲はね、劇空間プロ野球というね、野球の試合を放送するテレビ番組のテーマソングとして作られた曲で、クレジットはね、坂井泉さんと上杉翔さんの共作という感じになっております。
で、この曲に関して上杉さんの解説によると、果てしない夢をは1番を上杉さんが書いて、でそれを渡して2番を酒井さんが書いたと、まあ、そういった流れらしいです。で、逆に雨に濡れて、こちらは酒井さんが1番を書いて、それをもらって上杉さんが2番を書いたと、そういった感じで作られている共作でございます。でね、これは結構ビーイングネタとしてはね、有名な話だと思うんですけれども、ビーイングではね、当時アーティスト同士の交流っていうのが禁止されていたらしいんですよね。これはね、上杉さんだけじゃなくね、まあ大黒さんだったり、銀の池森さんだったり、森友さんだったり、いろんな方がコメントされてるんですけれども、この共作の歌詞もこう話し合いながらやり取りしながら書いていくっていうわけじゃなくて、一番を上杉さん書いて送って、それを見てもう書いてもらう、逆に酒井さんが書いたものが送られてきて、それを見て上杉さんが考えて書くと、まあ、そういったね、こうやり取りとしては淡々としたものだったらしいんですけれども、まあそういったね、ルールみたいなものもこう当時としてのビーイングというかね、こう時代を感じる、まあそういったねエピソードですよね。で、この曲がまた2曲ともねいいんですよね、上杉さんの声がね。さあ、そして次、ありふれた言葉で、この曲に関してなんですけれども、この曲はもう僕めちゃくちゃ大好きな曲で、完コピ挑戦というかね、カバーで動画出させていただいて、ワンズのファンの方からもね、たくさんコメントをいただいているんですけれども、この曲に関して上杉さんのコメントでね、当時気に入っていた曲で、今世に出しても恥ずかしくないという風にあります。はい、僕も大好きです。今世に出してももう全然最高の名曲です。でね、この曲に関しては今年の夏にワンズの第5期ですね、リリースしたアルバム、こちらにですね、ボーナストラックとしてアコースティックバージョン、上原さんが歌われたバージョンが収録されているんですけれども、僕がね、ワンズの福岡公演見に行った際も、歌い終わった後に上原さんと柴崎さんが、いい曲だねという風にね、 MC でおっしゃっていたのを覚えてます。で、これね、上杉さんのコメントで、歌の出来についてはあんまりよく覚えていないけどみたいなね、まあ、そんなコメントがあるんですけれども、いやいやいや、歌の出来いいでしょうと。はい、まあ、僕が言うのは何ですか、歌の出来最高です。でね、この曲もやっぱり上杉さんの声の魅力が濃縮された、優しい声、伸びやかな声、強い声、弱い声、切ない声、いろんな上杉さんの声の魅力が詰まった名曲ですよね。はい、この曲についてもね、上杉さんの解説読んでて嬉しくなりました。さ、そして次、Blind to My Heart、 こちらの曲についてですね、この曲は上杉さん、柴崎さんが脱退される直前に出された最後のシングル、 Worst Crime、 両 A 面になるんですかね、まあ、この曲もねすごい好きで、生配信の時にちょっと歌わせていただいたりしてます。で、上杉さんも近年ソロでセルフカバーされているというね、非常にこう僕としても思い入れがある曲でもあります。で、この曲に、例えば僕らが僕らでなくてもいい今をっていう歌詞があります。これはね、去年上杉さんがソロでセルフカバーで出された時に、ここ僕らがっていうところ、みんながっていう風に書き換えられているんですけれども、ここの部分の歌詞についてね、この直後に上杉さんと柴崎さんは抜けられるわけなんですけれども、僕がこの曲を初めて聞いたのは、兄貴がね CD を買ってきて、まあそれで聞いたんですけど、多分発売直後とかではなくて、上杉さんたちが抜けた後だったと思うんですよね。その後に聞いてるんで、まあ歌詞見た時に小学生だったと思うんですけど、こういろいろ思うところがあった歌詞でもあります。で、上杉さんの解説でも、これがね、自分の中でも当時別に俺じゃなくてもっていう思いは強かったっていう風にコメントされてるんですけれども、まあね、別のワンズの曲で、確かに僕は Singing Dog っていうね、まあそういった歌詞が出てきたり、あとはもうこういろんなね、上杉さんのインタビューとかね、ワンズ辞めた後に語られているね記事とか読んだりしても思うんですけれども、やっぱり当時の上杉さんの中でもワンズの上杉ショーっていうものはどこか演じている部分がある、作られたアイドルみたいな、まあそんな気持ちがね、やっぱ当時の上杉さんはすごく強かったのかな、そういった意味も込めて、この僕らが僕らでなくてもいい今をっていう歌詞を書かれていると思うんですけれども、そしてその後ね、上杉さんの解説でもあったんですけれども、上杉さんが今予言していたわけじゃないんだけど、同じワンズというグループなんだけれども、上杉さん、柴崎さんじゃない別の人でメンバーが変わっていくと、そういった形が訪れるのをね、上杉さんも改めてね、自分で歌詞を見てみて、あーってこういろいろ思うところがあったんじゃないかなというふうに思います。さ、といった感じでね、当時の上杉さんの心境だったり、当時のエピソード今読んでみて改めて思うこと、まあ、そういったことがね、全歌詞解説が添えられております。そんな上杉さんの全歌詞集1991-2023でございます。で、ワンズだけじゃなくね、アルニコ以降のね作品も全て収録されているので、紹介したい部分っていうのはもうまだあるんですけれども、これね全部やってたらもう5、6時間ぐらいの動画になっちゃうんで、今日はねほんのちょっとだけご紹介しました。いかがだったでしょうか。ここから先はぜひゲットして読んでみてください。そしてもうゲットしたよと、読んだよという方はぜひぜひ感想とかコメント欄にいただけると嬉しいです。
さあ、ということで今日は12月20日に発売された上杉翔さんの全歌詞集、こちらについての動画でございました。ではまた次の動画で会いましょう。かねやでした。バイバイ。